して、で、で、だー！みなさん、こんばんは！こんばんは！こんばんは！ヒューズです！シャブ！せーなろ！じゃあ今日は、はい、僕、私が、はい、パーソナリティを、お務めます。パーソナリティ？パーソナリティでしょ？そうですね。でしょこれ。イエイ。ということで、はい。さあ12月半ば。半ばです。あと16日？ああそうね。そうですね。今年、ね、はい。15票。そうだよね。うん。もうね、はい、雪も降り昨日は。らしいね。ねちょっとやばいよ。降ったよ。珍しいね、12月は20日ぐらい早かったらしいですね、うん、今年は東京は。あ、そう、はい、やっぱ早いんだね、うん、そうか、うん、皆さんの街でも雪は降りましたか？かっこいいな。もうね、おかずくんのね、400倍いい。あ、いいね。うん、なんで比較するの？え、常にお前さ、比較今日はね、実はね、4人じゃなくて5人でお送りしてるんですよね。イエーイ。まあ長男、僕サトシ、おかず岡本、あとは今日は5人目のメンバー、後ろにハイバットくんがいます。イエーイ。これは長男くんがなんと最近買ったアンプです。イエーイ。なんで今日ちょっとテンション高いです。まだ音出してないんですけど。カズやめろ。カズそこやめろ。おい、そこやめろ。ここやめろ。そこのちょっとほつれ気になってるのやめろよ。そう、絶対やめろよ。お前トモ君、お前パーソナリティ、お前パーソナルできないから。そうだよ。気になってしょうがない。言わなかったら俺全然ね、気になってなかったのに、すっげえ気にし始めた。あれなんですよ、結構格安で買えたんですよね。そうそうそう。で、格安の原因何かっていうことでね、今ちょっと話したらですね、原因あるのかっていう話だけど、そう、原因はね、ないっていう前提で買ったんですもんね。なんですけどね、もうちょっと杉くんがね、すぐ見つけちゃってね、こういうね、人のあらばっか見つけるんすよ、こいつは。なるかな。ならなかったら俺、もう今の時間から鬼伝するわ。確かにね。いい。音すげえ小さかった。もうそれでも鬼伝するわ、もう。いいね。アンプの中にもう一個小さいアンプ入ってて、そっから鳴ってたりして。でもこれめっちゃ重いんですよ。人入ってんのかな。なるほど。それぐらい重いよ。なるほどね。声するんだ。自分で。なるほどね。さあ、ね、どうでしょう。どうでしょう。待って。はいはい。ね、バー見ていただいてありがとうございます。そう、5人目と。どっからどっから、ん、どっから、今日はまだ、今日まだない、うん、あ、ということで、はい、なんだっけ、雪だ。あー、すごい、雪降ったんですね。すみませんでした。あれ、どのぐらい降ったんですかね。どう、僕見てないな。何分ぐらい、俺もう一瞬だけなんか体験して、もうすぐ室内入っちゃった。昨日そうだよね、夕方ごろ。ああ、そう、4時、5時半ぐらいか、うん、ちょっと降ったらしい、うん、ね、これはもう天変地異ですよ。天変地異。でも結構日本海側すごいらしいね。めちゃくちゃ降ってるらしいよ。めちゃ降ったらしい。大雪、明日もだよね。あ、そう、明日すごいらしい。都内も、都内まで多分来ない。うん、あ、そうなんだ。お久しぶりでーすって。ほら、来てるよ、亀ママさんが、うん、いつもお世話になってます。ありがとうございます。そういうことだよね、はい、さあ、今日も始まりま始ましょうか。じゃあ、はい、タイトルコールいきましょうか。はいはいはい、こんな感じですか。じゃあ、よっしゃ、聞かせな。あ、じゃあ行きます、はい、タイトルコールを。ヒューズのデラベンジャータラッタッタタラタタタタタ
さあ、こちらに、メールは info@hughes.tokyo.com、それでツイッターはハッシュタグつけてデタラメジャーです。これね、これ以上でーす。おーすごいな、これ使えよ。何を、お天変地異。あ、お久しぶりね。これ天変地異ね。天変地異。今日天変地異があれですね。キーワードになりそうですね。やばいな。今日じゃあ今日天変地異パイセンということで。ね、何起こるか分かんないよ。何起こるかね。雪はそん備え降ってなかったです。おお、そうですか。昨日滋賀では雪の警報出てたみたいです。滋賀って降る結構。滋賀はもう降るね。あ、そう。あ、そう。すぐ降る。滋賀は降る。天変地異です。天変地異です。ね。ね。もうこれ地球が起こっとりますわ。はい、確かに。あのデイアフタースモローですね。ね、あれ結局、うん、家から出なかったら助かったってことでしょ。確かにな。ね。だって結局映画。とは言われるよね。ね、あれ、あの映画は過酷な映画ですよ。うん、さあ始まりましたが、はい、12月半ば今年、はい、どうでしたか。はっ、いいですね。いや、とってもいいと思う。すごい。まだあるよね。あるから。あるけど、うん、まあいい、おさらいです。いいそう、確かに。うん、まあ言っても。次で年内最後ですからね、あの配信は。あ、そっか、はい、うん、そうです、そうです。あ、そうだよね、うん、そうだ。じゃあまあサトシ君からどうぞ。その前にあの天変おちょうちパイセンできて。おちょうち、ほんとだ。すごいな。ちょっとね、天変ちはちょっと呼びづらいんで、ちょっと別な天変パイセンでいいんじゃない。天変パイセン。じゃ今日は天変さんだ。なんかすごいね、うん、日本人じゃないよな、完璧。さてね、うん、あのあれですよね。今年、うん、2014年って1月から何してたかなって遡ったら、うん、タイトですね。まずタイト、ヒューズの、うん、あのプレスト EP、うん、こういうやつ、うん、こういうやつ。うん、タイト出ましたね、うん、え、今年はね、そこから始まりだもんね、うん、確かに。11月の時点で青森は吹雪いてましたよ。え、青森、そう、青森、青森、青森から違う、あの青森が実家なんじゃん。あ、そういうことか。あ、実家、うん、うん、うん、サンタ希望、サンタ希望ね。だから2014年、うん、そうですね、そうだよね、そうですね、うん、タイトから始まって、いや、まあまあツアーですよね。ああ、行ったね。また上半期は回ったな、ね、そうだね、5月までか、うん、ぐらいまで、うん、行きましたね、うん、だってさ、去年の今頃レコーディングしてたよね。めちゃくちゃしてた、バタバタしてたね、うん、年末、うん、を感じれなく、なんかもう忙しく、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、ごめん。今それ一つやっぱりどうしても気になってたんだけど、うん、あの確かに去年の年末レコーディングしてたじゃん、うん、あ、僕めちゃくちゃバタバタしてたのよ。そうだね、うん、うん、お前なんでバタバタしてんの。なんでなんでバタバタしてたよね。なんでごめんごめんごめん、あのなんでどこら辺バタバタしてたっけ。すごいバタバタしてた。ほんと歩いて帰ってきてた。それお前金なくてだろお前。懐かしい。もうレコーディングの時金なさすぎて電車乗れなくなったっていうね。そう、だ歩いて帰るよって強がって帰ってたら、うん、すげえ金なかったんだよ、ね、そうか、去年の今頃か、ね、去年の今頃だよ、やばかった。どうした、リアルだなお前、うん、リアルな話してんな、ね、バタバタしてたね、バタバタ。財布がな、そう、静かだった。全然入ってこない。なるほど、うん、だからまあタイト出して5月の高円寺のファイナルまで、うん、ねえ、なんかなんだかんだいろいろ巡ってましたよね。そうだね、どこ行った、ロフト
新宿ロフトから始まって、うん、次どこ行ったっけ ?2 月が神戸スタークラブが去年の夏だったかな。あ、で、あれ京都神戸か。京都神戸、うん、ラッソン。ラッソンも行った。ラッソン行った。ラッソン三発目。ね。京都が雪やばかったのってあの時。ああそうだ。だよね。あれ、うん、一発目じゃない？ロフト終わった後の。すごかったね。すごかったね。ね雪がやばくて、うわノーマルタイヤでね。つけないかもなと思ったぐらいでついたんだよね。そうそうそう。じゃ次の日めちゃくちゃ晴れたって、ね。そうそう。でその足で次の日神戸だ。うん。で、それから単発で、丹波の山奥のラッソン行って、でそれから大船渡行って、岩手の。そうそうそう。あれ今年あれ、仙台はで、その後仙台行って、で、その後最後の公園だもんね。うん、だからな、ね、そう、もう移動は結構してたよね、なんか。でね、神戸の帰りだっけ、うん、めちゃくちゃ風邪ひいたっていうね。あーそうだ、そうだ。もう人生で一番やばい風邪ひいたもんな、ほんと。すごかった。やばかった。やばかったね。やばかった。4分の3死んだもんね。岡本だけひいてなくて、うん、僕ら3人とも完全に死んでたもんね。うん、あれ、インフルエンザだよ、ね。あれ、絶対インフルエンザ。うん、あの、熱とかやばかったもん。うん、あれも2週間くらいなんだかんだやっぱり体調おかしかったもんな、うん、あれから。あ、ちょっとすいませんでした。ね、ヒューズさんのおかげで、2014年はとっても良い年でした。本当にありがとう。で、お、最高。最高って、あれ。最高だよ。ヒューズさん、ありがとう。愛してる。あら。トモくんの読み方がなんかこう。何無感情ってこと？いや、違う違う。感情あるよね。感情が。最高。呼び起こすのには、こいつに穴あげるじゃん。おい穴開けんじゃねえよ。なんか人数が減ったり増えたりしてるけど、誰かなんか通信が安定しない人いるのかな。大丈夫かな。なんか途中でプツって切れちゃったり。あ、そう、うん、お、マジ神戸丹波行けばよかった。今年一番の公開。あら、うん、すごかったよ神戸丹波は。神戸、あ、神戸ね、はいはいはい、うん、ラッソンマージービート、うん、そうだマージービート、うん、そうそうそう。本番前に3人が盛り上がってる。ああそうだ。ずっと写真かなんか見せてくんなくてさ、うん、俺寝てる。あーあの前の日の打ち上げでこいつが寝てる時にあの岡本がさ、うん、なんかいたずらしてたじゃない。でそれを撮ってこいつにずっと見せなかったじゃん。そしたらいじけちゃってね。そうで神戸のあの何、うん、あそこらへんあの神戸の街の中でご飯食べてる時に駅前ぐらいの、ね、そうそうそう商店街みたいな、ね、ところでもう数がもう気狂ってきてもうライブ前にねもうここなのおかしいよ本当に本当におかしいと思う。でもキレられるんだもん。てめえ失言だよ。俺まだ動画残ってるよ。いやもうあるわ、うん、あれは面白い。楽しかったね。ね楽しかった、うんうん、安定してない。ああ安定してない人一人。わかりました。お、来年ツアーはありますか。お、まだ何もね、詳細はちょっとお知らせできるようなことはないですが、随時、うんうん、沖縄だけはちょっと行こう。ああ、いいっすねだけは。そうだね、行くって言えば行けそうだね。すぐ行けそうだね。うん、沖縄はいいですね、うん。なんか沖縄とうまいこうパイプがあればすぐ行きたいですね。これはもうちょっとあの全国回ってるサモンさんに聞くしかないな。そうやサモン、サモン兄さんにちょっとすぐ電話かかる。そうお、でもその前は行ったでーと。はよ関西来てやーい。あーありがたい ね, ね。ありがとうございます。動画アップ期待。カズくんの動画はね、あれはちょこちょこあるよ。あるけど、うん、一番その大元は見せられないよね、うん。確かにね。うん、おどうあれはね、うんうん、でもまだ、やっぱりあれ確か岡本の実家だったんだよね。そう。撮影場所が。そう。まあ、岡本はでも優しかったよ。あの時はまだ。まだね。うん、
打ち上げ明けだったからかな、割ともう。そうそうそう、うん、だって大くんだけ飲んでないもんね、うん、そうあの日、あ、来る前確かね。そうそう、俺も1杯2杯ぐらいか。あれちょっと待って、その後も京都行ったよね。行ってる。いつだっけあれは。夏、夏か、単発や。ああそうだそうだそうだ、うん、あ、違う、あ、そっか、ボックスホール、ね、京都行ってからのビジョン大阪だ、うん、そうそう、結構行ってますね、うん、沖縄イエイエ、水着美女期待期待、え、期待期待期待の、あ、期待な。沖縄とかだったらもう水着限定のライブやりたいですね。あ、うん、いいね、そういうの楽しそう。でもライブハウスの中で水着ってなんかね、外だったら水着いいかもしれないけど。あ、そっか、そうか、中はダメだな。ね、確かに。ゴミオくん水着着たいだって。ゴミオくんはでも泳げないんじゃなかったでしょ。そうそう、泳げないと、うん、ゴミオくんはね、肉体はすごいよね、筋トレばっかしてるだろ。ゴミオくんは確かに筋肉の筋が半端じゃない。跳躍力も半端じゃないよ、ね、そうか。じゃあカズくんは、うん、今年振り返って、ね、お、で、ツアー、いや、いいよ、今年全般、うん、まるっと、あ、でも、うん、よかった、長かったね、長かった。振り返るとすごいあっという間に思うけど、うん、ね、なんか身のあるね、1年だった気はするかな、うん、そっか、うん、水着限定ライブってハードル高いって書いてある。うん、でもいいじゃんね、やりたいね、え、僕たちも体作っていくし、みんなも体作ってきてもらって作んないじゃん、バカ野郎。僕たちは2年前ぐらいから言ってるけど作んないじゃん。ゆっくり作ってるから浮き輪持ってるじゃん。お前失礼だな。いや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 、お前バタバタさせたんだ、お前。カズくんとかあのさ、あのコントで着るようなこういうなんかあの、あ、しましまのさ、うん、水着着りゃいい。着りゃいい。全部上も下もないやつ。でちょっとカズのコメントいまいちだったけど、岡本はどうだったことか、うん、何ですよ、今日当たり強いの。これ響くよ。いや違う、お前がしっかりしないんだよ、話が。そこがいいんだ。あのね、その無駄ポジティブはほんと嫌い。いや、いいよ。そこはいいんだよ。はい、ごめんなさい。大君のね、今年ね、まあ今年っつっても今年まだ終わってないですからね。いや、まあそうだけどさ。いや、こんなドヤ顔週間あるから。俺もあと2週間で今年1の感じで。確かに。出来事が起こる予感。明日が楽しみなんだ。いい生き方だね。あれ、あれ起こるね。確かに。いや、まあまあ、なんかいろんな番組でもやってたけどさ、うん、今年はほんまあの、記者会見の多い年でしたねみたいな。ああ、言われるとそうですね。すごく多く多かった。パンチがあるやつが。そうね。佐村さんといい。そう。野村さんといい。野村さんといい。面白かったな。あの この前久しぶりにその野々村パイセン、あの、ののたんって言われてるよね、なんか。あの本人がだって名刺にののたんって書いてある、ね。あ、そうなんだ。ニックネームのの。ののたんのあの会見見たけど、あれはもう、もう芸術作品だね。芸術、もうあれは。素晴らしい。ですよね、野々村さん。本当ですよ。うん、そうそう、面白かったね。しかあとね、いろいろありましたね、その会見。確かに、うん、あの人とか大丈夫なのかな、岡田さん。そう、岡田さん。ああ、そうだね。だってあれももう研究が、うん、もう外されたんでしょ。そう、やっぱ外された。うん、あ、そうなんだ。 iPS 細胞の TRF 細胞ありますって言ってた。TRF 細胞ありますサム、イエ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 イサムってね、ん、水着限定ライブってハードル高い。いや、だからそれさっき言ったから。
水着限定ライブってハレンチですね。ハレンチですねーか。沖縄なら許される。許されないよ俺らのこんなね、だらしないやつ。まあな、お前は本当に、うん、いや、あと2週間じゃないよ。そうだね、この前衆議院選挙あったじゃないですか。はいはいはい、はい、昨日ですね。いや、行きました、投票は。うん、うん、行った、行った、うん、またじゃあ僕が やらかしたのはあれでしょ。違う、でも今回はちゃんと考えていて、あ、そうそう、考えてて、前回考えたけど、僕はあの土曜日の夜に秋葉原行っていたんですよね、うん、あ、うん、え、サトシいた、いましたよ。で、俺もいてんね。あ、本当、いた、いた、いた、いまして、うん、いた、みんないた、みんないたんだ、秋葉原すごかったですよね。あの、安倍さん、安倍首相が演説してまして、ね、あと、ね、麻生太郎も、うん、あ、そうなんだ、俺、麻生太郎見たかったそうそうそう、そうか、まして、うん、で、すごかったっすね、すごかったっすね、まあ、何時頃いた、あ、そうか、そうか、あれか、そう、7時、8時、俺もそれぐらいに通ったら、すっごい人で、うんうん、6時半から演説って、あ、いやいや、え、いや、そうだ、7時、8時ぐらいだな、そのくらいに、うん、どこでやったの、駅前、電気街のところ、 AKB カフェの、そう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 、あ、そうなんだ、まあ、すごかったわ、すごい、さすが元気だったな、なんかみんな、そうか、みんな秋葉原に集結してたら、うん、秋葉原は意外にそうなんですよね、うん、ヒューズがババア以外で会える唯一、そうやな、うん、うん、でも一回もみんなで会ったことない、ね、会ったことない、会いたいね、一回ぐらい、あ、そうか、うん、で、なんだっけ、あ、スタップ細胞だって優しいな、僕だったら流したけどな、うん、え、スタップだよね、スタップでいいんだね。じゃあもうさ、今年の振り返りじゃないけどさ、うん、夏終わってさ、うん、その後ぐらいだっけ、あの初めて僕たちが高校でライブしたのは、そうだよね、夏だよね、9月だよ、確かに9月か、え、あ、違う、もっと6月か、そんな感じだったかも、そうだそうだ、めっちゃ暑かったよ、いや6月だ、夏ちょい前だ、うん、まあ、あのヒューズのライブシマンのミュージックビデオ撮った高校で前やって、うん、あのね、ライブやることになって、うん、ね、そこからね、ミュージックビデオの話もなんか進んでいたし ね、 そ、 ね、その時の昼飯、俺とサトシ君で中華屋行ったよ、ね、あ、そうだ、懐かしい、 あれ美味しかったね、美味しかった、うん、あの、なんか何気に美味しかったね、そうそうそう、そうか、ね、6月終わって7月、うん、なんだ、うん、なんかライブあったよね、なんだっけ、7月、そう、なんかさ、夏の記憶がちょっと曖昧なんだよね、だって、ね、でも2ヶ月ぐらい休んでた時あったよね、そうだね、でライブを、うん、それ多分78とか78かかな、多分、あ、せや、あ、そうだ、8月にロフトでイベント出たじゃん、それが久しぶり、そう、それが結構久しぶりだったんだよ、ぶりか、で、その後に京都と大阪行ったんだよね、うん、うん、そうそうそう、そうだ、で、また大塚だったり、どこだったりでライブやって、うん、で、まあ、最後、今年はババで締めたと、うん、そうだね、うん、なるほど、で、来年もババからスタート、違う、大塚か、吉祥寺、あ、シータか、今のところは、うん、いやー、うん、激動だね、激動の激動1年ちょっと政治っぽいから、なんかでもね、そのツアーはさ、うん、まあちょっとこう去年2013年からか、うん、勢いだったじゃん、やっぱりあれね、旅はしたいよね、やっぱりね、うーん、そうだね、うん、なんかまた CD さ、うん、出してもっと細かく回りたいよね、うん、うん、なんか、うん、
真ん中とか行きたいね。名古屋とか、ね、ああ行きたいな。あの日本海側攻めたいね。ああ、で、あと もうちょっと四国とか九州福岡までも行きたいし、うん、北海道も行きたいしな。なんかね、夢は膨らむね、うん、うん。次は5人目のメンバーも連れてくるんですか、ツアーには。いや、連れてかない。連れてかない。連れてなんで連れててあげないの。これがなかなかね、やっぱこれ気になるもんね。いや、やめなさいよ。確かに。あ、そうか。そうか、初めてじゃないって、こいつ。確かに。この野郎てめえこの野郎そんなんいいんだよ。まだ投票権ないからみんなの話についていけなくて大変です。よし、これはニュースだ。ニュースを見よう、勉強して。で、俺もそんな知らないんだけど知ってる？あんまりわかんないよね。トム君はもうでもあれろ、将来的にはもうそっちの世界に首相マジですごいな。首相、うん、首相に、うん、首相になる。なる。で、天変地異起こすんだ神じゃないか神やろそれ。首相まずあれだな、うん、税金を、うん、もうちょい高くして。おお、なるほど。うん、保険をタダにした方がいいな。なるほどね、うん、まあでもそうだよね、ちゃんと回ってる国はそうしてるもんね。確かに。何パーぐらいにしましょう、うん、税金、うん、30%ぐらい。え、何税？え、何税？消費税？もう消費税って消費する税ってことだからさ、うん、なんか意味合いがそのままだとね、うん、それだったらもう国民税でいいんじゃない。おー、なるほど、新しい。どういう時に課されるの、うん、え、いやもう消費税と一緒でいいですよ、うん、僕はモル買ったらその国民税が出てくる。消費税で分かんないもん、そこ。じゃあ消費税を国民税に変えて 30% 取ると。なるほど、なるほど。で、それで保険料とか、うん、医務料、あ、医療費、医療費、うん、あとあの全部の税金をなくすと。あ、じゃあもう、あ、住民税とかもないんや。そう、あ、じゃあ 30% の国民税だっけ。国民税、国民税を払ってることで税金はもういいんだ。そう、なるほど、なるほど、なるほど、ね、だって食べるから買うでしょ、うん、買うから税金が発生するでしょ、うん、だからお金持ちはお金を持ってるから高く、高い税がかかってもまあ大丈夫ってこと。そう、うん、でもね、お金持ちとお金持ちじゃない人がいて、うん、でもそのね、返ってくる保険とかさ、税金なんかいろいろは一緒っていうね、うん、でもお金持ちが損だって稼いでんだもん。いいじゃないですの。いいじゃないの稼いでるつか頑張ってる人だけどね、ごめんなさいね。首相長な将軍おい、お長将軍、将軍おい将軍将軍って。なるほどな、わかんないけどね。じゃあ、お長将軍がさあ、まあ、お長首相が誕生した暁には、はいはい、あの僕ら3人はどういう役職に就かせてくれるの。内首なんだよわなんでよなんでだって使われそう、おかしくない。内首、なんで仲間に入れてよ仲間に入れてよ。そうだったじゃん、ね、そういう気持ちなんだ。貼り付けの内首、もう支柱引き回しの刑ですよ。なんで支柱引き回して貼り付けられて内首なの最悪よ、もう重罪人じゃんそれまで扱うんだ、あ、じゃあまあそうだね、お長首相が誕生するまではもう馬車馬のように使われて。いや、もう家畜ですよ。ちょっと悲しいなまあね、わかんないけどさ、わかんないっすか、なれるわけないけどいや、でもね、いや、僕はでもね、翔太さんだったらなれると思うよ。なれる、うん、なれないよ、俺なれないよ。照れるんじゃねえよ。おなれないじゃん
さすがだね。これをさ、ほんと政治を好きな人見たらさ、あいつバカじゃねえのって思うよね。でもさ、今のさ、あのやっぱりそういう切り口がいいと思うよ。あ、そう？うん。打ち首じゃー！打ち首だってよ！いやそっか。勝たんじゃねえって怒られちゃう。大丈夫、大丈夫。すいません。みんな参加していいんだよ、政治は。いや、もう金です。ね、じゃあ、どうする？じゃあちょっとあの時間も時間だし、あの最後にじゃあちょっとお調子しようかな、ありがたい、演説？演説？あ、いいですね、お願いします、お願いします。さすがやな。聞こえない今。それではお時間もお時間なんで、起きたきゃ。みんな、ちゃんと聞こえる？みんな、大丈夫？くだらねえ。じゃあ、じゃあ今日も、30分間、はい、ありがとうございました。こんなんですけども、次回、12月23日は今年最後の配信になりますので、クリスマス！そうです。何かが起こる。じゃあ、ありがとうございました！さよならー！またねー。